岡山電気軌道9200系電車。岡山電気軌道9200系電車。岡山電気軌道9200型電車は、岡山電気軌道が保有する路面電車車両である。二車体二台車方式の超低床電車で、モモ、モモの相性がある。ドイツの車両メーカーが開発した超低床電車が元になっており、日本のメーカーが国内向けに設計。 製作した車体と輸入部品を組み合わせて製造されている。2002年、平成14年に第1編成、9201が営業運転を開始し、2011年、平成23年には若干仕様が異なる、第2編成、1011、相性は、ももにも導入され、在籍車両数は2編成4両となった。以下、 2002年に導入された9200系第1編成9201について記述する。9200型を導入した岡山電気軌道は、岡山市内に2つの路線、東山本線、清照京線からなる全長 4.7km の路面電車線を運営している。同社では1980年、昭和55年の最初の冷房付き車両7000系。 導入以降、新造車、更新車の導入に積極的で、1995年、平成7年までに最大使用車両数を満たす、計17両を揃えて、車両の近代化を一段落させていた。一方で路線について見ると、路線の延伸は1946年、昭和21年以来行われていなかった。岡山市内における、 路面電車線の延伸については、1980年代より、商工会議所や市民団体を中心に、その実現を求める動きが生じており、2000年、平成12年2月には、岡山市主催の、岡山市まちづくり交通計画調査検討委員会からも延伸に関する提言がなされた。事業者の岡山電気軌道側では、延伸に向けた動きが活発化する状況にこうして、 路面電車に対するイメージの刷新や、岡山の街の活性化、市民に新しい公共交通機関にふさわしい、優れた乗り物を体験してもらう、といった狙いから超低床電車の導入を検討し、2000年6月にその導入を正式発表した。超低床電車は停留場のホーム、安全地帯の高さにまで床面を下げた車両のことで、日本では、 熊本市交通局が導入した9700型が最初の導入事例である。この9700型はドイツの車両メーカーアドトランス旧アイグの製造する超軽商車、ブレーメン系が元になっており、アドトランツと業務提携した日本の車両メーカー新潟鉄工所が日本向けに仕様変更した車体を自社で設計、製作し輸入品の台車、 電気品を組み合わせるという手法で製造した車両である。岡山電気軌道では、アドトランツ、新潟鉄工所が製造する、この調停商社を、熊本市に続いて導入することとなった。これが9200系である。なお、新潟鉄工所以外にもリトルダンサーシリーズを展開する、アルナ後機、現、アルナ車両も岡山電気軌道への車両納入を図っており、 2000年2月には、リトルダンサーを想定した、測定車両を試験走行させていたが、ワンマン運転への対応、将来の輸送力増強が可能な連接構造、運転台直後の左右両側にドアを配置する、という条件から、新潟鉄工所の車両が選ばれた。メーカーが担当した車体の基本デザインを除き、車両のデザインは、コンセプト作成の段階から、工業デザイナー、 水戸岡栄治によるものである。岡山市出身の水戸岡は、以前から岡山に LRV が導入される際には、ボランティアとしてデザインに協力すると言命していた。岡山電気機動が所属する両村 A グループ代表の小島光信によれば、路面電車の普及を推進していた市民団体のらだ、路面電車と都市の未来を考える会が開催した、パネルディスカッションに参加した。 水戸岡に参加者から、両備えはケチなんだから、ただで LRV のデザインしてあげてくださいという発言があったのがきっかけという。ここから両備えグループと水戸岡のつながりが生まれ、水戸岡が同社のデザイン顧問となった。実際に9200系のデザインにはボランティアで参加しているという。車両コンセプトは多くの人を引きつける。 両利用者の求める快適性を演出する、車内空間の充実を図るとともに弱者に対する、きめ細やかなサービスに取り組み、21世紀の用飛びに、あった車両とするとされた。また、車体の基本デザインについては、先に登場した熊本市交通局9700型と、同じく旧愛具のブレーメン型を基礎とする車両である、ものの、 ドイツを走るブレーメン型の外観を踏襲した熊本の9700型に対し、この9200型では他の都市とは別のデザインをとの地元の要望に応えて新たなデザインとなっている。採用されたデザインは当時フランス南都に導入されていたインチェントロ、インセントロと呼ばれる車両のもので丸みを帯びた車体デザインを特徴とする。このインチェントロは ブレーメン型などの後継車両として1998年にアドトランツが発表したもので、アドトランツを買収したボンバルディアの協力を得てデザインを利用している。9200系以後、新潟鉄工所とその更新新潟トランシスによって製造される超低床電車はインチェントロのデザインの車体にブレーメン型の足回りを組み合わせた9200系の使用を標準とする。 9200型は2車体を連接した車両であり、パンタグラフを置く車両を A 車、反対側の車両を B 車と称する。車体は耐久性と保守性への考慮から高調力の耐候性後半 SPA 製で、他にステンレス後半を屋根と床板ガラス繊維強化プラスチック GRP を先頭部に用いる。先頭部窓ガラスは 日本の路面電車車両では、初採用となる三次元曲面ガラスを使用。さらに側面には、曲面ガラスを使用することで、車体全体が曲面で構成されている。車体塗装は、メタリックのライトシルバーを基調とし、車体裾部に、メタリックのコバルトブルーのラインを入れた、ツートンとしている。連結部分を除いた各車の全長は8.54メートルで、 編成の全長は18.0メートルである。車体の最大幅は2.4メートル。車体の高さ、パンタグラフ折りたたみ高さは3.745メートル。地長は20トン。100%低床構造の超低床車であり、車内通路部分におけるレールは面から床面までの高さは、編成全体にわたって36センチメートルで、上高口部分ではさらに低い30センチメートルと、 なっている。9200系導入に合わせて、各電停では、ホームの高さを1 5トルから2 6トルへと、かさ上げする工事が行われており、ホームと車両上後部の段差は4トルに抑えられている。このことで車内の段差解消と合わせて、バリアフリー化が図られ、車椅子などでの利用が容易となった。車内の通路幅は6 8トル以上を確保する。 ドアは、電動スライド両開き式のプラグドア、有効幅1.21メートルが片側3カ所ずつ、計6カ所に設置されている。配置は、形式図によると編成前後、運転台側のドアは、左右対称であるが、編成連結部側のドアは、左右非対称、点対称で、進行方向に向かって、左側では、連結部の後ろ、右側では、連結部の前にある。 岡山電気軌道では1999年、平成11年の運賃改定以来、運賃後払い方式、後乗り、全振りを採用しており、9200型でも、連結部側のドア付近に乗車整理券発行機と、乗車カードリーダー、運転台背面に運賃箱や LED 式の車内、案内表示装置を置く。内装には環境に配慮して、木材、アルミニウム、 鉄といったリサイクル可能な素材を使用しており、床はフローリングで、座席は家具職人によって無材を加工したものである。座席配置は、形式図によると、車体中央部にクロスシート、連結部寄りのドア反対側にロングシートを配する。クロスシートは、緩やかなカーブを描いたデザインで、気楽なベンチと称し、背もたれ部分の通路側に、ちょこっとベンチと称する、浅い補助座席が付属する。 ロングシートは大きく湾曲したデザインでサロンベンチと称する。この座席と連結部の間には混雑時に軽く腰をかけられるラッキーベンチという腰掛けを設置する。またクロスシート部分の窓側に小型のテーブル、キャンディテーブルを取り付けている。使用する木材は車両によって異なっており、A 車はウォールナット材、B 車はシルキーオーク材である。 窓のカーテンは竹を用いたすだれとなっている。編成の定員は74人。座席定員は20人と、在来車両に比べて少ないが、補助ベンチの設置と、クロスシート部分の座席、一人掛けの幅を広く取ったことで、交渉の座席定員以上の着席が可能である。車椅子スペースは、運転台直後のドア付近に、計4台分あり。 固定用のシートベルトが設置されている。台車は各車中央部に1台ずつ、車輪同士をつなぐ車軸を省いた独立車輪4輪からなるボルスタレス式ボギー台車を配する。台車枠、車体間の枕バネ及び車輪、台車枠間の軸バネにはゴムバネを使用、軸バネにはコイルバネも併用し、車輪にはゴムを挟み込んだ男性車輪を用いる。 車輪直径は6 6 0ト、mm、ル。車輪は、連結部よりが、動輪、先頭部よりが重輪であるが、動輪だけで駆動力、ブレーキ力双方をまかなうことから、枕羽根の取り付け位置を、連結部より、イコール動輪側にずらして粘着力、車輪とレールとの間に働く、摩擦力を確保する。台車は、若干の回転、最大4.5度が可能。車輪については、 JR1000 への乗り入れを考慮したものを装備している。9200系の台車が熊本市交通局9700型と異なる点は、機関が 1435mm の標準機から 1067mm の強気仕様となったことである。機関 1067mm 仕様のブレーメン型台車は、先例がなく世界初。そのため台車は、ヨーロッパにおいて、 採用実績のある機関線点1、100mm の台車を基礎として新しく開発された。従来の台車からの主な変更点として、車輪取付位置の変更、台車枠の外側から内側へが上げられる。第一編成の場合、9700型と同様に、台車はボンバルディア旧アドトランツが製作する輸入品であるが、機関線 67mm 仕様の、 ブレーメン型台車は開発したとしても日本にしか需要がないことから、ボンバルディアが設計変更、製作、試験を行うものの開発費は、新潟鉄工所が負担している。台車の形式名は、岡山タイプと称する。主電動機は、出力1 0 0ットのカゴ形参照、誘導電動機で、台車1台につき1機ずつ搭載。 車体連結部側の座席直下に相化されており、自在継ぎて、ユニバーサルジョイントを介して駆動力を車輪に伝える、車体相化式直角カルダン軸駆動方式。具体的には、駆動力は、主電動機から、自在継ぎて、推進軸、スプライン軸、傘歯車、ギアボックスという経路で、片側の動輪に伝わり、さらに反対側の動輪のギアボックスへと、 車輪中心高さよりも低い場所にある駆動軸、ねじり軸を介して伝わる。この駆動方式は9700型と同様である。主電動機のメーカーは、第一編成では、ボンバルディア、形式名、バズ3650、4.6。ブレーキは、主電動機を用いる電気ブレーキ、回生、発電併用があり、これで 5km 毎時まで減速し、それ以降は、 機械ブレーキであるバネ作用、油圧緩め式のディスクブレーキが作動して停止する。ディスクの取り付け位置は、台車ではなく、手電動機の出力軸である。これらが常用ブレーキで、他にも別系統で蓄電蓄動の電磁吸着ブレーキ、トラックブレーキを保安ブレーキとして備えており、各台車車輪間に機器を設置する。また、制動距離確保のため砂巻き装置を装備しており、滑走時や、 非常ブレーキ、保温ブレーキ使用時には自動的に砂が散布される。ブレーキ装置はハニングカール、H&K 製で、先の9700型で油圧が機能せず、ブレーキが緩まなくなる故障が営業開始後に発生したことから、比較検討のため9700型とはメーカーを変えている。 設計最高速度は7 0 k m 時であるが、4 5 k m 時でスピードリミッターが作動するようになっている。A 社の屋根上には、終電装置や主制御装置など、B 社の屋根上には蓄電池や補助電源装置などを、それぞれ配置し、各社屋根上に冷房装置を設置する。終電装置は、シングルアーム式パンタグラフで、 岡山電気軌動所有車両の特徴である、石頭式パンタグラフを車内で唯一装備しない。主電動機への供給電力を制御する主制御装置は、PWM 制御、イベット素子による、VVVF インバータ制御方式であり、一群のインバータにつき、主電動機一機を制御する、1C1M 方式。主制御装置は9700系三次車に引き続き、三菱電機製である。 補助電源装置は、イベット素子を用いる、静止系インバータ、SIV を設置する。マスターコントローラーは、右手扱いのワンハンドル式、デッドマン装置付きを採用する。ハンドルを手前に引くと立行となり、奥へ倒すと、ブレーキが作動する。車体のバックミラーは、車外確認用の小型カメラで代用されており、その映像は、 運転台左右に配置された車外モニターに表示される。運転席のモニターは他にも、車内モニターと運転モニターがあり、運転士は後方車両に取り付けられたカメラからの映像と車両の状態が確認できる。車両の導入に先立つ2001年、平成13年夏より、車両愛称の全国公募が実施され、その結果9200型は、モモという愛称が付けられた。 岡山のシンボルである、桃や桃太郎にちなむものであるが、桃の字の使用を避けて、果実や花を連想させないようにしているという。またミハイル・エンデの児童文学、桃、桃にも由来し、早さ、快適さ、便利さを求める現代文明のパラドックスを覆す、存在にという思いが込められているという。愛称については、第二編成、愛称は、 桃モモ2の導入以降は、桃モモ1とも表記される、車体のロゴは、桃モモのまま。2002年、平成14年5月25日、車両が、メーカーの新潟鉄工所から、岡山市内の岡山電気機動東山車庫に、搬入された。車両導入費用は2億3000万円で、国土交通省の公共交通移動円滑化設備、整備費として、国、岡山県、 岡山市から計1億1000万円の補助を受けている。このうち市からの補助には、一般市民からの寄付金、約500万円が含まれる。搬入後、6月10日の路面電車の日にちなんで8.9日には、市民団体らだ、路面電車と都市の未来を考える、会主催の試乗会が実施された。車両の竣行は2002年7月5日付、同日9時20分から、 東山車庫にて9200系の出発式が開催され、テープカット後に臨時ダイヤで東山、現、東山、岡田、ミュージアム駅から岡山駅前まで東山本線一を往復した後、東山11時5分発の列車から所定ダイヤでの営業運転を開始した。2014年度、 平成26年度に、岡山電気機動在籍の他の車両と共に、ドライブレコーダーの新設工事が実施され、計1 2個のカメラが設置された。さらに2015年度、平成27年度には、客室暖房機の増設工事が行われ、暖房能力が第2編成と同等となった。以下、2011年に導入された9200系、第2編成。 千十一について記述する。九千二百型は車両価格が従来の車両に比べて高価であり、補助金を活用しても事業者の負担が大きいため、二千二年の導入は1編成のみに止まり、この時点では増備の目処は立っていなかった。二千十年、平成二十二年になって、岡山電気起動は設立百周年を迎えることから、記念事業の一つとして、 超低商車を増備すると決定。その結果9200系二次車として第二編成1011が導入された。メーカーは新潟鉄工所の車両部門を2003年、平成15年に引き継いで発足した新潟トランシスである。第一編成と第二編成で車体寸法に差はなく編成全長18.0メートル、最大幅2.4メートル、 車体の高さ、パンタグラフ折りたたみ高さ3.745メートルである。重量は第一編成よりも増加し25トンとなった。車両のデザインは引き続き三藤家エイジが担当。車体塗装の違いはないが、ポリカーボネート製のヘッドライトカバーの形状が平面から突面になる。車体側面に屋根状研修用のフットステップが設置されるといった変更点がある。車体のロゴは、 第一編成と同一の、桃表記であったが、第二編成であることにちなみ相性が、桃にとされたため、2012年、平成24年3月に、車体広告の追加と合わせて2の文字が追加されている。内装は木材を多用する点では同一であるが、木材の種類が変更され、A 社はアフリカ産のンジ、焦げ茶色、B 社は北、アメリカ産のホワイトアッシュ。 白色を使用している。座席には取り外し可能なテーブルが付属する。座席定員は20人で変更はない。客室機器の変更点としては、車内案内表示装置と暖房機器があり、前車は20インチ幅、LCD 式のものとなって、イベントや観光案内などの情報表示も可能となり、後者は客室用機器の容量が第一編成の2倍となっている。 メーカーの新潟トランシスが2007年、平成19年に、ボンバルディアより、技術供与を受けライセンス生産によって、ブレーメン型の台車を自社生産する体制を整えたことから、第2編成では輸入品ではなく新潟トランシスが、日本国内で組み立てた台車を装備する。台車の形式名は、第1編成と同じく、岡山タイプと称する。 台車と同様主電動機も日本製に切り替えられており、東洋電気製造製のカゴ形参照、誘導電動機、形式名 TDK6413A を搭載する。運転台については、前方の四角を少なくするため、第一編成より高さが低くなっており、それに伴いスイッチ類の配置が変更されている。また運転関連では事故などへの対策として、映像を記録する。 ドライブレコーダーを導入した。ドライブレコーダーは2015年度、平成27年度に更新されており、この時、第1編成、2014年度装置設置に合わせて、カメラを8個から12個へ増設している。第2編成は2011年、平成23年10月4日に、東山車庫に搬入された。車両の春行は、同年10月15日付、 同日東山車庫において出発式があり JR 西日本岡山支社と岡山電気機,機動が共同開催した鉄道の非イベントの目玉として営業運転を開始した車両価格は2億8000万円国土交通省の地域公共交通バリア解消促進等事業の適用を受けている9200系の運行ダイヤは固定されており2002年7月の 第一編成運行開始当初は、毎週月、金、土日曜日は、東山本線、岡山駅前、東山間、毎週火、水曜日は、清照京線、岡山駅前、清照八島にて運行し、毎週木曜日は点検のため運休する、というスケジュールが組まれていた。営業開始直後の2002年7月10日から11月30日に、かけては運転開始を記念して車内に、 郵便ポストが設置された。郵便ポストの設置は、岡山県での国民体育大会開催に合わせて2005年、平成17年8月から11月までの間にも実施されている。2008年、平成20年7月3日付のダイヤ改正にて9200系の運転スケジュールが変更され、点検運休日が毎週木曜日から金曜日に移動して、 東山本線での運行日が、毎週月、木、土日曜日、清照共線での運行日が毎週火水曜日となった。二千十一年十月の第二編成営業運転開始後、二十九日、土曜日から、東山本線、清照共線双方で、毎週一日の運休日、東山本線は火曜日運休、清照共線は金曜日運休を除いて九千二百 ガタが運行されるというダイヤとなった。第2編成導入に合わせ、11月1日から翌2012年12月までの予定で両編成の車内に郵便ポストが再び設置された。2012年6月11日午前8時、岡山市北区京橋町の交差点において、東山駅の第1編成と乗用車が衝突する事故があり、第1編成は脱線。 先頭車両の窓ガラス数枚が割れる被害を受けた。以後1年間第一編成は運休となり、翌2013年、平成25年6月8日、復帰記念のイベントを実施して、翌9日より営業運転に復帰した。9200系運行開始後の2002年10月8日、岡山電気軌道は業界団体による日本鉄道賞を受賞した。 9200系導入に伴うバリアフリー化やインターネットでの運行情報提供、電車での各種イベント開催など市民と提携したちづくり活動が評価されたことによる。翌2003年、平成15年7月3日には車両そのものへの表彰として鉄道ともの会によるローレル賞を受賞した。優れた。 インテリアデザインや JR 線にも乗り入れ可能な車輪規格を持ち JR ローカル線の LRT 化議論の契機になるなど路面電車の可能性を示したことが受賞につながり市民からの募金が購入資金の一部に充てられたことも評価された同年11月9日になって岡山市内の岡山電気機動本社においてローレル賞受賞式が行われた上記以外にも 日本デザイン振興会による2003年度のグッドデザイン賞を受賞している受賞番号 03A1043 雑誌記事楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。